ロングテールホップマウスナトミーズ・ロンギコテータスは、月モ目ネズミ科に属するネズミの一種である。オーストラリア大陸に広く生息していたが、すでに絶滅した。1844年に、ジョン・グールドによって、最初に記録された。ロングテールホップマウスの生息地は、オーストラリア内陸部にあり、ノーザンテリトリー、南オーストラリア州、ニューサウスウェールズ州、 西オーストラリア州に及んでいた。好んで生息していたのは湿って乾燥していて、緑が生えていた場所である。この種は粘土のような地面に穴を掘り、過剰な土を使用して地面の上に層を構築し、朝にロト湿気を集めて、ある種の水源を作った。ロングテールホップマウスは、ホップマウス族の中では、小型の大きさだったという。ジョン・ールドの公式測定によると、 平均的な大人の個体は全長が約25から28センチメートル尾の長さは約15から18センチメートルを除く体長は約10センチメートルであった。灰色の毛皮に黄土色の耳、大きな黒い目、そして長い尻尾に黒の体毛がついていた。主に果物、穀物、植物を食べていた。ジョン・グールドによると、 ロングテールホップマウスはレーズンが非常に好きだったが他のネズミのような害獣とはみなされていなかった。ロングテールホップマウスは急速な人口増加が引き起こしていた食料の減少のため農場や食料品店の近くに泊まっていた。1890年代にはロングテールホップマウスは絶滅危惧種とみなされるようになった。生きている。 ロングテールホップマウスに関する最後の報告は1901年で捕獲された個体がアデレードの科学研究所で死亡した。絶滅の原因は生息地の急速な開拓、またはキツネ、野猫、フクロウオカミ、ダカ、フクロウの獲物となったためと考えられている。ロングテールホップマウスは1901年に絶滅したと考えられているが、1944年に カルグーリーの近くで白骨が発見され、1977年には、フクロウのペリットから、この種の骨格が発見された。生きているという報告は100年以上経った現在でも、確認されていない。ありがとうございます。